ベオウルフ、ベオウルフ、監修、的発音、古英語的発音は、英文学最古の伝承の一つで、英雄、ベオウルフ、ベオウルフの冒険を語る、助辞詩である。約3000行と古英語文献の中で最も重大な、部類に属することから、言語学上も貴重な文献である。でね、デンマークを舞台とし、主人公である勇士ベオウルフが夜な夜なヘオロットの、 城を襲う巨人のグレンデルや炎を吐くドラゴンを退治するという英雄譚であり、現在伝わっているゲルマン諸語の助辞詞の中では最古の部類に属する。ベオウルフが成立した時期は作品内部にも外部の言及としても成立の時期を特定する記述が存在しないため必ずしも明らかではないが8世紀から9世紀にかけての間になったと考えられている。 ファンタジーの源流とも言える内容を持っている。研究者の中には JRR トールキンがおり、その著作、コビットの冒険や、指輪物語への影響はつとに指摘されているのみならず、彼の研究がその後のベオウルフ研究に与えた影響も大きかった。トールキンが1920年代に行った、ベオウルフの現代英語への翻訳は、生前には出版されることがなかったが、 没後の2014年になって出版された。ベオウルフを現在まで伝える写本は千年頃に、筆写されたと思われるただ一冊である。この写本は12世紀に筆写された、別の写本であるサウスウィック写本と一つにまとめられ、この合本は、コットン・ビタリアス AXV と呼ばれている。古書研究家であるがに、この合本を保有していたのであるが、年度図書館の、 出荷に遭い、外側が焦げてしまった。このため徐々に、合本の劣化が進むこととなる。1753年には、大英博物館へと行か1783年には、古書研究家のとその助手が、それぞれ一部ずつ写しを転写した。元となった合本は、火災の損傷が原因となった、劣化のため現在では読めない部分が存在するが、ソルケリンラの写しのおかげで、 消失部分をある程度補うことが可能である。女ジ,ジシの登場人物の一人、フロスガール王の祖父の名を、写本はベオウルフと記す。しかし史実と照らし合わせた結果、このベオウルフは、ベオ王のご機とする解釈が主流である。このデンマーク王ベオウルフはジ、女ジシの主人公である後のイェアータ王ベオウルフとは、基本的には別人である。 しかしこの女ジ史ジの前半部分で語られるグレンデルとその母親の討伐は元来はデンマーク王ベーオウルフの物語であったのかもしれないという説がある。ベーオウルフは主人公の勇士ベーオウルフの若い時を描いた第一部とそれから時代が飛び同域に入ったベーオウルフ王の最後までを描いた第二部に分かれている。 それゆえに二つの物語を一つにしたものではないかとする声もある。第一部でベイウォルフは巨人、ドラゴンとも言われているグレンデルとその母親と戦い、第二部では炎を白竜と首都を交わす。なお、インパクトが強くかつ謎の多いグレンデルとその親に関しては言及されることが多いが、炎を白竜に関してのものは少ない傾向にある。だが、同時に、いわゆる、 ドラゴンの約束時、財宝を蓄え守っている、翼を持って空を飛ぶ、火を吐くなどをほぼ揃えている珍しいドラゴンでもある。でね、デンマークの王、フロースガールは、ヘオロット、オシカという名の宮殿を築き、それを祝って、レインヤ宿営を開いた。そのざわめきに、カインの末裔、呪われし、巨人、ドラゴンとすることもあるグレンデルは起こり、縁が跳ねた深夜に襲撃して、 フロースガール王の家臣を虐殺した。スウェーデンの南部、イエータランドに住む勇手ベーオウルフは、その噂を聞きつけて、重視を従え、海を渡って、フロースガール王の元に訪れる。ベーオウルフは、ヘオロットの館の警護に当たることになった。深夜になると、グレンデルが、またもや襲撃してきて、ベーオウルフと一気打ちになった。ベーオウルフは、 グレンデルの腕をもぎ取るが、巨人はそのまま逃走してゆく。翌晩、グレンデルの母親が、我が子の復讐にやってきた。家臣を殺された、フロースガール王はベオウルフに、巨人討伐を依頼し、ベオウルフは、巨人の住みかである沼に赴く。勇士と巨人の間で格闘戦が繰り広げられ、ベオウルフが勝利を収めた。ベオウルフは、王となり、そして老いた。 彼の知性により国の平和は維持されてきたが、ある時問題が起こった。宝を奪われたドラゴンが民を襲ったのである。ベオウルフは部下に大きな鉄の盾を作らせ、最後の戦いになると、覚悟の上でドラゴンのすぐ岬へと向かった。王は、瀕死の重傷を負いながらもただ一人最後の場所まで、ついてきた部下の助けを得、相打ちの形でドラゴンを倒した。 ベオウルフは勝ち得た宝を眺めながら、息を引き取り、残った者が王の願いを叶えるために大きな塚を築いたところで、物語は終わる。残された12人の部下は、宝をすべて王と共に葬ったのである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。